はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけれども、何やっていこうかな。はい、自分もついにおいとまをいただきまして、おいとま流行ってますよね。休暇になりまして、休暇何しよっかなというところなんですけども、実は先日先に休暇いただいちゃったので、ぼんやりというところなんですが、編集機材なくて、トリッパでそのままアップになってしまうんで申し訳ないです。多分このアップによってディレイはないんじゃないかな。なんだろうな、まあ、トーマさんに普段編集してもらってるんで、いろいろ SE とか、まあ、トーマさんね、お出かけするのいいんですけど、オープニングとエンディング置いてってくれないと、今からちょっと作るのしんどいなっていう。まあエンディングというか、そこ置いといてくれないと困るなっていうところですね。あと SE SE は著作権フリーのやつとかの SE のやつとかまとめて元データ渡してくれないと、編集が、自分も編集ができないので、自然音でいきたいなと思います。すいません、いつもよりちょっとクオリティ低めで お届けしたいなと思うんですけども、今までこうレギュレーション付きの大会がいろいろあったと思うんですけども、最初は日南米カップで、まあ、いつもの翼カップみたいな方式になって、まあ、ちょっと長いよねみたいな声から、今回のこの40試合1セットのやつになりましたよね。で、40試合1セットになってからは結構自分はマイペースでやれていいかなと思うんですけど、切断ポイントをもうちょっと苦しくしてほしいなっていうのと、切断ポイントよりも上のポイントで勝ってた場合は、切断ポイントプラスその上のポイントも加算してほしいなっていうのが本音ですね。その辺がもうちょっと改善されると。あと5連勝の100点をずっと続けなきゃいけないっていうのはなんか意味あんのかなと思いました。はい、まあやっぱり2回引き分けでも負けでも連勝ポイントは1からになってしまうので、多分その辺で運要素も大きいですよね。引き分けと勝ちって勝ち点でいくと1と0みたいな考え方だと普通のサッカーだと思うんですけど、この場合は連勝ポイントリセットになるっていうので、もうちょっとその強い、まあもちろん強い人が上がっていくと思うんですけど、強い人と強い人が当たって引き分けちゃった時に、0からまた連勝ポイントになっちゃうんで、上位に上がっていくのが限りなく引き分けた時点でもう終わっていってしまうので、勝ちのみが、まあ強いものが強いのかな。まず島津を、今回に関しては島津を持ったものが100位以内で島津以外で入った人は相当上手だと思います。はい、というわけで今日なんですけど、こちらですね、力カップが始まると思うんですが、今までの各属性のやつと比べて力属性杯は結構面白いんじゃないかなと思いました。はい、それは何でかというと、あ、ちなみにヒューガ君、これ潜在来るといいっすね、これね、これ。まあ先にねジュニアユースの方来てほしいなっていう気もするんですけども、こちら押せない、押してんだけど押せない。はい、飽きた。雷獣シュート、最初ね、雷獣とこう JY どっち強いんだろうみたいのでね、初期の方 JY の方に雷獣移植しちゃった人とかね結構いるんじゃないかなと思うんですけども、雷獣はシュート値重たいっていうのでなかなか初期の頃ブラボ振る人少なかったと思うんですが、実はすごい強いっていうので、後から初期の方よりも後乗せになってるような気がしますね。あとさらなる強さへの挑戦ですね。こちらクリア報酬は5枠確定、大量のパラメータの心得、これは毎週期間限定なんですね。期間限定でパラメータの心得、まあ、潜在がなんかいっぱい来そうな気がしますね。そしてタイムアタック、忙しいっすよね。対抗戦来てタイムアタック来てと、これ最後まだ最後じゃないのかな、まあ、最後とかね、最後だったら書いてほしいんですけど、まだ最後じゃないっぽいんで、まだ持ってない方は強いので一人持っとくといいなと思います。はい、すごい、来週お盆明けの方が、お盆中にやれよとか思うんですけどね、お盆明けからの方がちょっと忙しいというような内容ですかね。力属性来て、対抗戦来てタイムアタック来てって、さらに今のイベントの周回って結構自分全然
特攻が95なので全然落ちなくて、これ来週までかかるなって思っちゃったんですけど、まああとお盆中なんでね、まあなかなかその休みの日にポチポチずっとっていう気が持たないっていうのもあると思うんで、まあゲームはねマイペースで皆さんやれればいいんじゃないかなと思います。ちなみになんでヒューガくんなのかなってずっと考えてたんですけど、仙台来るのかなっていう、このワールドユースのアジア予選のヒューガくんに潜在が来るのかなと思ったんですけど、よく考えたら8月17日はヒューガくんの誕生日なので8月17日はヒューガくんの誕生日だから、新しいヒューガくん来るのかなと、力のヒューガくん来るのかなとか、まあちょっと思っちゃったんですけど、でも今なんで、あ、うん、どこをしたいかよくわかんないですよね。JY のねやつ出してみたり、これですね、これね、はい、これね、これね、これ潜在来るのかな、どうなんだろう。今でもねゴールキーパーに対してはパラメータ 10% アップするので、強いは強いんじゃないかなと思います。で個人的に力属性杯がちょっとなぜ面白そうかなと思ったのは、シューターいっぱいいるんですよね、力属性杯。あ、これは、自分の、今の日本カップ、日本杯の、デッキですね。まあ、島津抜き大会なので、島津を抜けるキャラに最大バフっていうので、やっぱり一発目に、高浮き引く人、ただ改めて、あのドリームチャンピオンシップとかでも思いましたけど、やっぱり今もう高浮き低浮きとかを両方ちゃんと揃えていかないと取りたい時に取れない時代になってきたなというので、まあ自分は高浮き低浮きの99キャラいないので、なんかやらなきゃいけないかなっていうのをしみじみ感じてます。はい。で、なるべく自動パスカット、まあ赤い区に関しては中央エリアじゃないと自動パスカット起きないんですけど、自動パスカット持ちのキャラを使いたいなと。最初はね多分こうしてたかな、初戦最初の 2,3 試合はこうして、もうほぼ本当に自動パス化祭り的な感じでやってたんですけど、やっぱり青井くん前にいて、このレギュレーションだと青井くんでも島津がたまに抜けるので、いつもよりも抜けますね、抜けてたので、まあ青井くんの方が主にはやっぱり、ヒューガ翼ですね。ヒューガ翼で技のこっち使うよりはもうこっちの 10% にかけると、こっちの発動率、50% ですけどヒューガ 10% 乗せっていうのでチム好きないので、こっちのたけしにかけてるような状態ですね。はい。まあ持統に関しては特にあのフォワードに対してパラメータ20つくっていうだけのイメージでつけてるので、多分ドリコレのいつも使ってる方でもいいかなとは思ったんですけども、あの97の持統持ってないので、まあこっちというような形ですね。はい。あとは即持統よりもサイドが技の翼岬をこことここに配置されて上がられちゃうと、どうしてもやっぱりゴルコンコンビ辛いんで、まあサイドじっと置いてるような形です。あとは石崎くんの顔面ブロックに救われてますね。なんだかんだもう封印とかするよりもガンブロで頑張って止めるっていう方が、まあシュート2つ持ちの人も多いので、自分も2つ積んでますけど、やっぱりそうですね、シュート2つ持ちの人圧倒的に多くなってきたので、封印1つしてもしょうがないかなと。それで吹き飛ばされてやられちゃうくらいだったら、しっかりシュート止めていかなきゃいけないなっていうような感じがしてます。はい。で話がそれましたけども、力属性杯はなんでちょっと個人的に面白い、まあキャラクターがね、まあ、いないってなっちゃうとあれなんですけど、例えばなんですかちょっとこれが強いか弱いかは別として、こんなデッキがもうとりあえずこれはね、相手がどんな相手でも弱めていくぞっていう、まずこれはすごい、これでデバフですよね。はい。まずちゃんとおさらいをしていきたいんですけど、海外のパラメーター 2% とスタミナが、相手のスタミナが 15% アップですよね、スタミナキラーで。これで、相手の海外のパラメーターが、
5% 下がるので7% 下がりますよと。でフォワードに関しては、でこ、うん、とここで海外の、マイナス 3% なのでこれで、これを使うか分かんないですよ。どうやって点決めたらいいかもよく分からないので、まあ、葵くんっていう、葵くんで決めればいいのかな、葵と翼で決めればいいのかな。もし海外だったらこれでまず 10% フォワード落とせるかなと思いました、はい、もうちょっと落ちないですよね。でこれでデバフブロック、日本人のパラメータのデバフブロック、ただ葵くんあんまり乗らないので厳しいかなと。で、あとは、ヘルナンデス持ってないんですけど、これで葵くんマイナス 10% でナポレオン来たらこれでこうやってまあなんかこっちかな、ナポレオン来たら欧州だからこっちでいいんですけど、こうやるとすごいひどいっすよね。だってナポレオンマイナス 20% 食らうとナポレオンフォワードなんでマイナス 20% 食らうって、チム好きないのにマイナス 20% 食らっちゃったらどんなんなんだよっていう、まあ、水着を入れて 5% でもねカバーに入れないので、これとこれがいって、これがこれというひどいひどいよな、ひどいよなだって相手も何かで、何かで翼使うことないと思うんですけど、まあこれをやるかは別として、あとキーパーが、まあサリーが渾身なので、うん、まあブラボ振らなきゃいけないんですけど、スタミナ少ないんですけど、もしかしたらミューラーと同じような使い方できるのかなと思いますし、あとは日本人の相手だったら、まあ、こっちですね、ミラクルキャッチを入れていくとかっていう考え方もあるかなと思ってます。はい、まあいろんな本当ね対策ができるので、これはちょっと面白いなと。でキーパーどれ使うかっていうのも今までと違って、パーフェクトもまだありますし、パーフェクト、ちなみにこれあれですよね、まだ欧州、欧州まだ下げるんで、本当相手が欧州パだったらもうみんな怒りそうだよね、相手欧州パだったらこうするかな相手欧州パだったらこうしようかなすごい、もうなんだろう、デバフバフの戦いみたいなまあ勝てるか勝てないか別なんですけど、もうほんとね、多分あれですよ、ナポとか来たらこうしますよね。こうするとナポレオン 23% いきますからね、ナポ 23% ダウンはね結構しんどいんじゃないかなと。まあ、ナポを使うっていうよりはどちらかというとクライフォーと、あれですよね、多分おそらくクライフォートと、シュナ、ただシュナはミューラー72万の時も思ったんですけど、ミューラーがミューラーも効くんですよね、ドイツバフが効くのでものすごい強くなると思うんですよ。 5% 上がるってのは結構大きいかなと思ってるので、これにこれ足すとドイツのパラメータ 5% 上がるので、やっぱミューラー硬くなっていくかな。でロブソンにいくと 2% で 7% 上がったりとかしていくので、そういう意味では非常にいいんじゃないかなと自分は思ってます。はい、でなおかつこれ入れとくと、5% 軽減するので、これとこれを入れると 10% 軽減いけるのかな。そうすると結構欧州の人もね、さっきのね、総裁 23% とか下げられても 10% しか下がらないし、なので潜在のダンディ強いんですけど、こっちの欧州パの人はこっちの方入れていくのかなと思います。はい、でもう一個、まあ普通に考えたら多分渾身祭りが絶対レギュレーション低いんで強いんで、スカイウィングのサンターナっていう選択肢ですね、あるんじゃないかなと思うんですけど、特にこのデッキだと日本戦あれです、エスパーがまず使えないのと、ミューラーのやつも関係ないと。で、若林も関係ないので、唯一南米のキャラのシューターの方がいろんなキーパーのその特技特性を無視できるから、やっぱりサンターナ、渾身サンターナが非常に多くなってくるのかなとはちょっと思うんですが、どちらもただ力日本パのキーパーって強スタミナのキャラ、若島津にしても結構スタミナ食うキャラ多いので、スタミナキラーのフォワードっていうのも結構あれかなとちょっと自分は思ってます。で例えばこうブレイクショット
まあブレイクショットもう鬼のちょっと鬼のデッキみたいな。チムスキ関係ないんで面白いっすよね。こういうシューターとかにしたらもう嫌ですよね。シュート打ったらとりあえずまず15%、この人は相手のスタミナ 20%、 この人は、相手のスタミナが、この人も消費量が、15% くらうので速攻枯れますよね。パーフェクトとかなんか2発、この3人のうち2発くらっても入るか入らないか別ですけど、ただそんなに上位っていうよりはなんとか上の人に食らいついていきたいとかっていう思想でいくと、こういうような削っていくっていう考え方も決してね、デッキがちゃんと揃わないうちは自分はもうやっぱり削りっていうのはやっぱ強い人には削るしかないんでねっていう。だって強いね、技レベルとか全然負けてる人ってね、まあね、普通に皆さんやると思うんですけど、練習して削るくらいしかできないっていう、ね、意見も自分のメンバーからも聞きますし、自分も最初の頃とかだと技ついてるんですね、技育ってないんで、もうなんかパスとかドリブルしたら取られちゃうからシュートしかないっていう気持ちはね非常にわかります。で、まあ、これも一つ一向なんですけども、また面白いのが日本パ対策なんですけども、徹底的に自動パスカッツしてみたらどうかっていうデッキも、ね、できるんで、結構いろんな考え方ができるんで個人的には面白いなと。まあちょっと力配に関しては黄金世代はもう捨てて遊びたいなと思うんですけど、はい、いや絶対面白いですよね。いろんなの使えるんで、ここぞとばかりにいろんなの使ってみたいなとは思うんですけども、ね、どうしてたっけな、なんかねいろいろ考えてたんですよ。これ嫌じゃないですか、これ、ね、とりあえず自動パスカッツみたいな。いやまあ本当にいろんな考え方があるので、どんなデッキの方とねお会いするか本当にわからない。大会が力日本パーかなと思ってるんですけど、力日本パーじゃない、力属性カップかなと思ってるんですけど、まあ自分がスタンダードに行くんだったらどうしようかな。自分だったらまあちょっとサブとか置いといてですね、自分だったらどうしようかな。これもまあまあ嫌です。対抗戦のデッキみたいになってきた。これでもクライフォとか入れた方がいいのか。こんなんとかどうしよう。あ、ちょっとバフ乗ってないんですけど、ひたすら自動パスカッツしていきますよっていうデッキ。まあこうとかしてもいいな。ひたすら自動パスカッツと、もうパスカット、パスは全部取りに行きますみたいなデッキ、面白いなと。こういうこともでから、これはねマッチアップどことしようかな。皆さんだったらこれやられたらどことマッチアップしますか。まあで新田くんとマッチアップしてドリブルで、だからラーソンとかが輝けやすいのかな。タックルが強いキャラっていうのがドリコレのマッツンくらいとかかな。あとなんかタックル強いキャラいたっけ、力って。まあ、実際はでもこうなっちゃうかな。実際はこうなっちゃいますかね。まあ実際はもっとバフを入れていくと思うんですけど、ただまあこういうふうに自動パスカッツでフィールドパスさせないから一個一個マッチアップで勝ってきますよとか、いろいろ戦術戦略が立てれんじゃないかなとは思います。はい、まあ、力日本カップじゃないや、力属性カップと技はね、まだちょっと技来た時やろうかなと思うんですけど、力牌だけはどんな方が勝ってもおかしくない。だって欧州だったら、欧州で行って欧州ゴリゴリで固めて、クライフォーを中心に攻めるとか、まあ、シュナス中心に攻めるとか何でもいいんですけど、でもね、デバフめっちゃ、ただ中学生の翼で中学生祭りやる人いるのかな。
デバフって自分得意じゃないんであれなんですけど、バフデバフ得意な人はいいなと思いますけどね、はい、自分そんなに得意じゃない方なのであれなんですけど、まあちょっと久しぶりに今までの属性カップや国別のカップと比べてキーパーとかバリエーションに富んだ戦い、まあ持ってる保持キャラで若林、若島津、ミューラーっていうのが体制的に多くなるかなと思うんですけども、まあ、サリナスだったり、まあ、ジノ、イタリアの、ね、パンチングジノだったりとか並列的に強いキャラいっぱいいますので、いろんなキャラのキーパーがいるから、まあ、その都度攻略とかフォワードっていうのサブ面ですね、なのでサブ面のをどういう風に並べていくのかっていうのがポイントなのかなと。で特にナポ推しの方だったらね、ソーダ入れとくっていうのも一つ戦略だと思いますし、ただねクライフォーだとね欧州のデバフしなきゃいけないので中学生キャラ多めの人の方がいいかなと。多分皆さんやられてると思うんですけど、クライフォーって異常になんか強いですよね。まあチムスキとか基本的にドリブルとかめっちゃ強いんですけど、クライフォー自分の体感だとシュナよりクライフォーの方がちょっと嫌ですね、はい。まあ、あとは渾身のサンターナが多分輝くっていうのと、やっぱりこの翼祭りになるのかな。渾身と翼、まあ、今回の日本カップと同じようなフォワードですよね。結構渾身と翼みたいな。なんかね日本カップは技の葵くんが抜けるっていう話なんですけど、自分持ってないんでわからないんですけど、はい。まあ、日本カップの方はなんとか黄金世代の鼓動の名のもとなんとか、面目躍如というような形になればいいなとは思っているんですけれども、まあ、結果はね最後見てみてというところなんですが、まあ、ちょっとね力属性カップ面白そうだなっていうのと、まあ、皆さんどんなデッキにされるのかなと、いろんなパターンがあるので、ひたすらバフ、特にねバフで固めれるデッキの一つでもありますし、チムスキがないからこそできる、まあ、本当にドリームチームみたいな形っていうのもできると思うので、どんなデッキになるかなと思います。はい。あと対抗戦のデッキを、考えまして、当たった先にもう見せても別にいいかなと思うぜひ対抗戦で当たったらですね、チャレンジしてほしいなと思います。はい。対抗戦のデッキは、シュート多分入ると思うんですけど、スーパー自動パスカッツっていうチームにしましたなので点はね多分入らないかなと、カウンターで点は入れられづらいかなと思うんですけど、即パの方、技の方で多分挑んでこられる方はあんまりいらっしゃらないと思うんですけど、はい、即パの方でチャレンジされる方いらっしゃったらぜひお会いしたらお願いします。はい。すごい頑張っていろいろ考えたんですけど、まずキックオフパスカッツと AI の都合上とりあえずフォワードにパスするっていう癖があるので、ボランチ越えっていうのが多分必須になってくると思うんで、ボランチと、あとライン上げた時に自動パスカッツ、あと読み勝ちっていうところですね。まあちょっと裏部を最後変えるかどうかっていう、で結構皆さん、あ、こういうの 言わない方がいいのかな、どうなのかな、結構翼をいつも通り真ん中に置いとく人とか多いと思うんですけど、自動パスカットなくても対抗戦中って真ん中にこう下げてもいいんですけど、下げてもいいんですけど真ん中がとりあえずパスカット強いキャラじゃないとフィールドパス通っちゃうので、まあ入る入らないは別として、自分はこの対抗戦中だけは美咲くんとか真ん中にしてますね。まあ本当はこう下げでパスカット狙いだったらもっと違うキャラ入れてもいいのかなと思うんですけど、まあそれは各皆さんの好みなのかなと思います。はい。まあロベルトをね入れる必要もないと思うので、もっと守備的にしていこうかなっていう、もうちょっと考えてみましょうかね。なんならあれですけどね、渾身のサンターナ一発目のパスカットってめっちゃ強いから、下げてこうとかでもいいわけですよね。あ、結構嫌だなこれ高校するかこれならどうだろう、みんなやりたくないかな、これなら挑まないかな、でもシュートの数値見てやるとあれですね、こう見れちゃうからね。あ、はい。
まあ、当日どんな感じで対抗戦の出来、ね、なるかというところでお会いした連盟様よろしくお願いします。そしたら今日はこんな形で力属性カップね、どんなデッキかなっていう中でレギュレーション付きの大会はいいと思うんですけど、みんな一緒になったりとかそのキャラがないともうあまり面白くないなっていう大会にならないのが理想かなと思います。はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。皆さん夏休みもう半ばですね。事故とか気をつけてください。暑さも気をつけてください。そしてゲリラ豪雨と台風でね、台風来てるんで西日本の方気をつけてください。それでは良い、夏休みを。それではまた。